まずトップバッターに選んだのはソース瓶の中でも関西ではかなり知名度の高いこのイカりソースから紹介したいと思いますイカりソースの始まりは1896年と100年近い歴史を持っていますもともとは山城屋というところで調味料などを作っていたところのようで最初は「いかり印ソース」という名前で まあ昔の古めかしい言い方では、養生という言い方をされたみたいですね。まあ、海外版の醤油みたいなものというふうに当時は捉えられていたようです。で、まあ、あのここから一気に飛ぶんですけども、ここがあの、イカリソースというところになるのは、1951年の話になるんです。まあ、つまり、かなり長い間、山城屋という名前でこのソースを販売していたわけですね。このイカリソースは実は今のところですね、あのブルドックソースのところから販売されていて、まあ、あのその理由っていうのが、 2000年代に入ってからというか、その前後からちょっと、この売り上げの方が低迷していて、やらかしてしまったらしくって、それでなんかこう、しどろもどろあった結果、今はブルドックソースの参加に落ち着いているようです。なんといっても、怒りソースの有名なのは、この左端の瓶が古いもので、だいたい昭和初期頃の瓶になるんですが、この怒りソースはこのマークで時代がだいたい特定できるというのが特徴的です。このマークはだいたい昭和初期頃のマークのようで、 もっと古いと対象とかそういうふうな分類ができるようです。なんといってもまあ一番有名なのはこのパターンです。上にアーチを描いてアンカーブランドでこの怒りのマークを挟んで下にレジスタードというふうに入っているのが一番有名なパターンです。裏面にはこの、えー、と KY カンパニーンカンパニーと入っていて、まあ、下にはオービンだと 360cc というふうに入っています。 小瓶は確か180かそんなんだったと思います。ブルーグリーンの方です。で、口はこのソース瓶らしい口になっています。上に多分こういうコルク線と王冠が合わさったような形のものをはめ込むイルになっていたんでしょうね。これと、もう一本こちらはクリアです。まあ、あの、色が違うだけで内容は一緒です。大きさも全く同じですね。で、これはそれぞれ2本は運よく掘り出すことができました。 まあの関西ならではというか、やはりシェア率が高かったんだろうなということが伺えます。で、この瓶はあのもっと古いタイプのものだと、ここのデザインが同じなんですけども、エンボスの内容が変わっていたりとか、あとあの、個人的に興味深いのは、このアンカーブランドソースっていう字が横向きになっているものがあります。イギリスとかアメリカの瓶だと、そういう風なデザインになっている瓶って多いんで、そういうデザインを参考にした瓶なんだろうなということが伺えます。 当初は養生とかか言ってたぐららいですからねソースといったら海外の調味料なんでそういうところを意識したんだろうなというふうに思います。その右に並んでるこの3つがこれがだいたい1950年代ぐらいの、まあ、さっきちょうどイカリソースというのに名前が変わったぐらいの瓶じゃないかなというふうに思います。こうやって見てみると瓶底にイカリソース 5LTD というふうに入っていて。 さっきのあの、販売元は KY カンパニーだったんですけど、こちらも怒りソースというふうに明記されています。で、まあ、あの、ボトムにこうやって一箇所だけエンボス入ってて、そこの方に怒りマークが入っています。まあ、これも昭和の頃の怒りマークです。これは53年ですね。で、その横。これもま、瓶の色ちょっとだけ違うだけで一緒です。怒りソース。瓶のにやっぱり怒りマークと、これは54というふうに入っています。で、最後。 これなんか綺麗な青色なんですよね。特徴的で結構気に入った色なんですけど、口がなんか面白い形になってます。こんな感じで上のトップのところがないんですが、まあ欠けてたのでもう綺麗に削っちゃいました。もうちょっと改良の余地あると思うんですけども。まあこれもエンボス一緒です。で、何年かっていうと、えー、怒りマーク。で、これは55ですね。つまり綺麗にこの通り、53、54、55って並んでるわけですね。なんか、 狙ってたわけけじゃないいどえら綺麗で、すねで、この瓶が、さっきボトムだったんですけど、こっちは肩にイカリソース、で反対側のイカリソースっていう風に入っています。で、この瓶はこの丸製で 360cc っていうのが入ってるんで、これはもう1951年よりも後だっていうことが分かります。で、そこにはこの通り真ん中にイカリマークと57という風にエンボス入ってるんで、まあ、これはまあ1957年と見て間違いないと思います。 この肩のところにブランド名入ると割と昭和中期の中でも後の方な感じがするんで、やはりこの年代から見てもさっきの紹介した瓶よりこっちの方が新しいんだろうなっていうことが想像できます。この怒りマークの由来なんですけども、創業者の木村さんがですね、公開している時に、ああ中国で船貸しにあっちゃったんですけども、その時友人にその救命袋を譲って自分はどうしたかっていうと海に飛び込んで、 この怒りを下ろしているツナに捕まって助かったそうですでそこからその怒りに感謝してこの怒りブランドのソースのマークに起用したという話が残っていますこの B のタイプに多分使われていたのかなと思うんですけどこの口のところにガラス栓の周りにコルクが巻かれたものがこうやってはまっていてこの怒りソースの場合はそのガラス栓にも怒りのマークが入っていたそうですの線も気になるんですけどもっと面白いのが これ、死境瓶だったのか、お弁当の今でいう、魚の形の醤油瓶みたいなものだったのかわからないんですけども、なんか高さ5センチぐらいのちっちゃいちっちゃい瓶があるんですよ。カタカナでイカリソースって入ってて、しっかりこのイカリのマークも入っています。それがなんかすごい可愛いんですよね。なんかちっちゃいんですけど、渋い雰囲気が出てて。その瓶が今のところの目下の目標ですね。 と言ってもなかなか出ないものみたいで、なんか出たところでも毎回毎回すごい高騰してるんで、かなりソース瓶の中では気になっているものになります。ということで、こちらですね。第1回はイカリソースの瓶になります。これより新しいものだと、肩のマークがポップなものがあったりしますが、ナーリング入ってるんで、今回はまあ、言及だけにしておこうかなと思います。なんといってもこの、堂々たるデザインというのは何回見ても飽きないものですね。出てくるたびに嬉しくなる瓶の一つです。 イカリソースっていうのは全国的に流通しているものなんでしょうか知名度の具合を知りたいものですね。最後、おまけなんですけども、いやもうイカリソースっていうか、昔のソース会社あるあるなんですけど、ケチャップを作ってることも多いです。これはですね、イカリソースケチャップで、1964年に作られたもののようです。まあ、もうマークもバッチリですね。ケチャップミももう大体全部、すべてのブランドがこんな形になっています。このあたりやっぱり踏襲していたようです。